はい、30万円給付の問題がね、一段落ついたんですけども、見てください、今回のタイトル。ご存知の方もね、多いと思いますけども、安倍首相の家族何人でも1世帯30万に批判殺到、収入5割減の条件ですとかね、面倒な申告制、そして罰則まであるということなんですよね。で、一方で大企業には1000億円ドーンとね、何も言わずに出資ということなんですよね。確かね、安倍総理答弁でこんなこと言われてたんですよ。例えばね、店舗を要請によって休業する方、閉める方に対して、やっぱりね、援助をするべきじゃないか、補填をするべきじゃないかっていうふうに言われたんですね。それに対して安倍総理が答えたのが、店舗が大変なのはわかると。でも店舗にそういうふうな損失補填をしたら、店舗に納品している業者さんに対して不公平が生まれるじゃないか。まさにね、不公平というキーワードを使われてるんですけども、じゃあその不公平を言うんだったらこれはどうですか。今回の30万円をダッシュボール片っぽで大企業には1000億円出資するというね。これ不公平なんじゃないですかね。まあ安倍総理ってのはこういうふうに不公平な人なんですよね。自分の身内とか自分に利益がすぐ返ってきそうな方には、まあ良い処するというね、忖度するという。大忖度首相なんですよね。大忖度総理。で、まあ、何ですかね。死にたいでもいいような人は、あ、どうぞ死にたいでくださいと。その中で、まあ、いくつか生き残った根性のある人とだけ付き合っていきましょうみたいなね。まあこういうふうな、言い方ができるんじゃないかなと思いますけども、まあそうじゃないかもしれませんよね。心あったかい安倍総理かもしれませんのでね、あまり言い過ぎは禁物かなと思います。さあでもね、こういう記事をね、読んでしまうと、むかーっと来ちゃいますよね。でもこのね、記事を書いてる方が、読者の感情を揺さぶるように書いてるだけですから、まあオーバーに表現してるだけかもしれないですね。私たちはそういうところも気をつけながら、記事を見ていかないといけないのかなと思います。下の方に行くと、あ、そうだそうだ。この1世帯30万円っていうのがあるじゃないですか。これね、確か2月から6月の収入が、所得が半分以下に落ちるっていう条件と、その落ちた収入が、所得が、住民税か。住民税非課税世帯相当なんですよね。だから、住民税が完全に非課税になってなくても、非課税と同じ水準に落ちてればいいんで、例えばこれから5月、6月、まあ4月もありますけど、4、5、6月と進む中でね、1ヶ月でもいいから、住民税か。住民税の非課税世帯水準に、まあ収入がなったら、まあその瞬間それをね、申請すればいいのかなという気もしますけど、いかがでしょうか。では本日は以上です。